はい、ということで第2企画絆配信第2弾、前回ね多分説明あったと思いますが、これとこれ、はい、これとこれで、組んだデッキ、まあストラクチャーデッキはね当然入ってると思いますが、まあ15分ぐらい30分ぐらいですかね。そうですね、はい、まあ、組んだデッキでちょっと戦ってみたいと思いますんで、やっていきますか。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあカットアウトシャッフルをお願いします。ちなみに、はい、じゃあテーマ、テーマですね、はい、テーマで、じゃあ僕のテーマで、はい、ボルコンドルドラゴンで、あ、なるほど、ボルドラゴン、あ、ボルドラゴン、あ、オッケー、デッキ名ボルドラゴン、ボルドラゴンです。僕はですね、もうテーマデッキ、まあね、第一動画見てくれた方は分かると思いますが、このブラックマジシャンを使ったデッキを使ってプロデュエリスト満足さん倒していきたいと思います。では行きましょう。じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあ4枚セッティングしてじゃんけんポンでいきますか。そうですね、じゃんけんポン、よし、あっと成功で、成功で、じゃあここでいきましょう。じゃあいきます、せーの、ラッシュデュエル。はい、ということで満足さん VS ラッシュやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ1枚ドローさせていただきます。はい、どうぞ。はい、ドローフィーズ1枚と、うー、なるほど。じゃあ普通に行きますか。最初は死後の竜馬どうしようか、ツインエッジドラゴンしようか、2体リリースで、2体リリースどうしようか、でドラギアスで、いやもう強えんだけど、強えで、ドラゴナイトしようか、あの、あ、ドラゴン寄りかな多分。でハンド1枚残してエンドです。バーン割る。はい、ということでドローフェーズ1枚。さあ、まあドラギが立てられてるけどね、なんとかなると思うんだよ。おお、召喚、お、立ててきた、召喚リリース。さあ、これは9バトルいきましょうか。おお、9バトルいって、じゃあ効果発動、はい、よいしょ。さあ落ちた、あ、メイジ、お、でも2種類いるんで2700と。バトルフェイズスロードでドラギアスに攻撃、やられます。200食らっていくと、はい、満足さんのターンです。手札する前、はい、1枚から、1枚から4枚ドローします、はい。さあ、どう動いてくるか、満足さん。4枚です。さあ、はい、まだね、2ターン目ですから。2枚セットします。さあさあ、まあね、前回の動画で見たと思いますがね、はい、あの方、ボルコンドルめちゃくちゃ持ってますんでね。守備表示で。守備表示に変えてくる。ハンド3枚でエンドです。おっと、これちょっと事故ってるか。さあ、ここから5枚。さあ、先行で事故ったところから、さらに詰めていけるか、夏葉のターン。じゃあモンスター1体リリース、はい、アドバンス召喚ミッチでいきましょう。じゃあトラップカードで、お、ドラゴンエンカウント、エンカウントが、あ、なるほど、エンカウントは新しい。さあ召喚時、まあ特召喚時に手札から、はい、ドラゴンをね特召喚できるということで、レベルはとりあえずないんですよね、指定は、はい、ないです、はい、お、ビックリードラゴン、あ、強え、2-5がとりあえず立って、はい、反動を減らしてくる状態、はい、なるほど。じゃあさらに追撃って札1枚でスロードマジシャンを特殊召喚と。おー、強い。ピッチがこれで攻撃力も上がりつつのセブンスロード立てていき、1枚残して、スロード1匹効果使います。どうぞ。もう1匹使います。お、3種類ずつ上がった手ですね。3000、3000、はい、ではバトルフェーズ、まずセブンスロードウィッチでここを攻撃していきます。やられていきます。やられていく。そして3000でビックリードを超えていく。やられていきます。そしてスロードマシャンでダイレクト3000、3000受けます。3000受ける。さあ、ここで一気にライフが削れていきます。頑張ります。3枚ドロー、3枚ドロー、頼む。さあ、盤面回想法はあるんだ、頼む。そうですよね、ドラゴンセットアッパー召喚、セットアッパー、なるほど。で、熱戦を使います。熱戦で割っていく。さあどうでしょう、1/2、ここエクストラ側で千本ナイフ。さあ千本ナイフが割られていく。じゃあ2体リリースします。2体リリース、アドバン召喚でライトニングボルコンドル。さあ、主役1匹立ってきました。満足さん側が逆に先行でね、あ、出してきましたね、はい、効果です。効果、手札から、まあ闇を捨てれば攻撃力、はい、星分下がっていくって感じですかね。闇です。そして7ということは 7×300、 2100、全ダウン、はい、全ダウンです。やばすぎるでしょ、ゼロ。はい、でここで僕がモンスターを出せればいいんですが、はい、出せないと、出せないと、とりあえず出せないということで、はい、じゃあボルコンドルで、はい、セブンスロードマジシャンに、じゃあここを受けましょう。はい、まあ2200はそのままダイレクトで、ダイレクトですね、強い、ハンド1枚でエンドです。さあちょっと事故ってるようには見えますが、さあどうでしょう、プロの動き。ここでラッシュドローは4枚ですね、那須葉川は、はい、一安心させて、まあ、ウィッチリリース、ウィッチで守備一体置きます。さあ僕の方もそんなに大きい動きはできませんが、フルセット手札1枚で、はい、ボルコンドルをねまず超えることができないので越します、越します、越します。おい、 おい、
いや、おいおいおマジさんがさあ、モチに送るのがブラックマジシャン。さあ、おいよ、マジかよ。はい、じゃあ頑張りてということで、3000で、ボルコンドル攻撃していきます。やられます。さらに、セブンソード召喚しないで1600が、はい、受けます。さあ、手札1枚で場を終わります。4枚ドロー、4枚ドロー、1、さあ3、4、頼む。さあ、右手にヤガカエルだ。テクニカルか、何なのか。さあ、返すことはできるか。リベレが怖いが、攻めるしかないね。サンダー召喚。サンダー、おお。サンダー効果使いません。使わない。サンダー召喚。お、サンダー使わず、じゃあいけねえリリースって感じですか。2体リリースで、2体リリースきましたね。モンスターライトニングボルコンドル。さあ、映えてきた。2枚目のボルコンドル。さあ、3枚目まで召喚できるまでいけるか。セブンスロードメイジを捨てて、捨てて、さあ闇で、2、600ダウンですね、はい、1500でライトニングボルコンドルでセブンスロードマッシャーにアタックだ。さあ1500、まあ一旦ここはトラップカードを使っていきましょう。カーテンで500だけ下げて、はい、やられていきます。 OK です、はい、なので打点的には2200、700ダメージ、ね、700ダメージを食らって、はい、さあ、とうとうセブンスロードマジシャンがやられていくと。ライトニングボルコンドルの使い方はこういうことだ。こういうことだ。ということで、あと1枚残してエンドだ。さあ、手札1枚、まあ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 有利っちゃ有利ですが、まあ状況を引けないことには、僕も盤面返せませんので、はいはい。さあ、墓地に置かれたブラックマジシャン、回収できるかできないかっていうのもありますが、これはきついですけども、新規のねカードで、なんとか突破していきたいと思います。さあ、じゃあ、ここは盤面変えて一旦スペルアーチャーを攻撃表示。さあ、スペルアーチャーの使い方ちょっと難しいと思うんですけども、ダークソーサラも出していきましょう。お、まさか。さあ、まさかあるカード、これは新規のカード、魔法カードと神風ブレードということで、このね、自分の表側のバニラモンスター、通常モンスター2体とですね、相手の表側を1体選択して破壊します。うわ、ブレード受ける。さあ、ここでブレードが通って攻撃1600、さらに追撃でウォルフラム、お、さらにセブンスロードメイジ、召喚して、これはバトルメイズあります。スロードウィッチ攻撃やられる、やられる。さらにでは、メイジで当たりながらウォルフラムで攻撃していく、やられる。さあ、これでとりあえず1点目はなんとか、まあ事故から始まったという感じですかね。やりました、やりました。で、まあ待ち戦、はい、僕、まあ、もう一戦入りましょう。はい、そうですね。どうぞ、デッキ調整入ります。このまま一個のままで大丈夫です、まあ、OK です。じゃあ、リセットシェアやっていきましょう、はい、さあ、じゃあ2戦目、はい、バンバンね、シャッフルしてやっていきましょう。じゃあ先行で、先行で、じゃあな、さあここで、じゃあ行きますよ、ラッシュデュエル2戦目、お願いします。お願いします。さあ、おー、1枚ドローします、はい、はい、ドラゴンアップセッター召喚します。はい、アップセッターですね。はい、フェニックスドラゴン召喚します。お、ここはもう2体リリースで、お、これはまさか裏守備で、おっと、これはちょっと、ちょっと待てよ。なるほど、はい、で、ドラゴナイト2体立てでエンドです。なるほど、すごい盤面が回ってくるし、あの守備表示はいろいろ考えられるようになった。これちょっとむずいな、はい、突破がさ、そうですね、何があるか、新しい系結構守備表示できるカードが多いんで、そうですね、できる、はい、さあ、じゃあドローフェーズ1枚ミスティックディーラーを通常召喚、はい、さらに手札から魔法使い墓地に送ってワンドローですね、はい、さあ、ドロー、おー、なるほど、カードを2体守備表示、はい、2枚捨てて、バン終わります。はい、5枚、じゃあ5枚、ラッシュドロー。さあ、お、じゃあ鑑定しようか。ビッグリードドラゴン、ビッグリードドラゴンでしたね。さあ、どうでしょう、効果発動で、効果発動ですね、はい、デッキのトップを墓地に送り、あ、ビッグリードドラゴン、なるほど、じゃあ、はい、こっちの攻撃力が一番高いモンスター分こっちが差があると、はい、もうビッグリードで、そうですね、ゼロになる、はい、全部ゼロになりますね、はい、ゼロになっていくと、はい、さあ、ビッグリード強いですね。そうですね、じゃあ2体リリースします。おっと、ここで一気に動いてくるか、ライトニングボルコンドル。おっと、もう、お、これは映えてきた新規の、上級モンスター2体並べてくると、はい、さあ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 、そしてツインエッジドラゴンエッジ、お、これ強えな、やばいですね。さあ、はい、どう動いてくるか。で、ツインエッジ効果、エッジ効果、はい、さあ、手札1枚捨てて2回攻撃が今回可能だと、はい、ドラゴンズアップセッターを捨てたということですね。はい、手札2枚残して、じゃあボルコンドルでディーラーに2ですね、はい、はい、ここ通って、2-2 がそのまま貫通と、はい、でいく。ちなみにこいつ攻撃できないです、僕ミスりました。あ、そうですね、はい、やってしまいました。ビッグリードちょっと難しくてですね、はい、攻撃表示モンスターにしか攻撃できない。そうなんですよ、これ注意してください、はい、僕ね、今ね、わざとね、間違えたんですよ。おお、お、うん、はい、トゥン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 、さあ、本当かな、さあ、さあでもツインエッジでいくって、そうですね、ツインエッジで、じゃあ攻撃で、ここ
1000で攻撃、さあ400バウンスしてくるが、じゃあツインエッジでもう1回、おこれは通りましたね、メイジやられていきます。じゃあもうヘッダー2でエンドです。さあラッシュドローで、そろそろじゃあね盤面が出てきた、はい、ブラックマジョン引いて、頼むよし、何、さあヒーローの力見せていきましょうか。お、さあスペルアーチャーを出して、お、2体リリース、さあ見せましょう、見せ場です、ブラックマジシャン。おー、やった、ブラックマジシャン、ようやく出せた。さあさらに、何、ブラックマジシャンサポートカード、魔法カード、専門ナイフ、何やばいですよ、専門ナイフやばいですよ。さあノーマルレアの専門ナイフ、はい、これはですねブラックマジシャンいれば発動可能です、はい、そして相手フィールド上1点選んで破壊することができるということで、めちゃくちゃ強いです。さあここで破壊してからボールコンドルいきましょうか、一番攻撃力高いので千本ナイフにやられる、そう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 、やばい、盤面を返される、すごいですね、はい、僕返せると思わないましたで、ブラックマジシャンだけ立てて伏せてバトルフェイト入っていきます、はい、さあブラックマジシャンのブラックマジックですね、さあやられます、さあ900ですね、これ削れていきます。じゃあ手札1枚でバフォン終わります、はい、じゃあ僕3枚いきます、3枚ツインエッジからの展開で3枚挽回できる、まあね、ラッシュデュエルは、はい、上級引いて返していくゲームでもありますので、さあですね、映えていくかどうでしょう。じゃあ山発動します、山を発動していく、はい、はい、これは通りますね、はい、じゃあちょっと魔法使い今何枚います、ちなみに5枚ですね、5枚ですね、ちょっと怖いですね、はい、じゃあ怖い、お、怖いんで、アンパイで、ですね、ステカードを手にしているっていう感じですね、はい、はい、じゃあフェニックスドラゴンを召喚します、フェニックスドラゴン効果発動しません、しない、そうですね、じゃあ2体リリースで、はい、2体リリース、お、ここでまたビッグリードドラゴン、おー、なるほど、あ、なるほど、で、守護のリューマドを召喚します、効果でビッグリードドラゴン、ドラギアスを切ります、なるほど、完全プロテクトで割れない状態、はい、ビッグリードドラゴン効果発動します、効果を発動してくる、さあどうでしょう、はい、守護のリューマドを召喚します、さあ攻撃力が1600分ダウンして、はい、攻撃力がその1600分僕がダウンするって感じですね、はい、はい、そうですね、フェニックスが900になっちゃう、900ですね、やばいですね、はい、じゃあバトルフェーズで、バトルフェーズ900で、あ、1600の、いやこれはですね、はい、取れます、はい、いや、つら、まさかの守護のリューマドですね、500ダメージ、ここは食らいましょう、はい、500、おっと、ライフード結構削れました、僕の方が、はい、ハンドゼロでエンドです、さあ、なんとかブラックマジシャンを返した、ブラックマジシャンを返した、さすがプロデュエリストですね、ドラギを捨てて、はい、ビッグリード守り、ブラックマジシャンを破壊する、いや、いいテクニックです。さあラッシュドロー、ここでね、ここもね見せていきますよ、デーモンの呼び声、さあこれはですね、効果発動条件が墓地に、このね通常モンスターが3体以上いれば発動可能、自分をリリースすることでブラックマジシャンを守備表示で特殊召喚することができるという感じですね、また蘇ってきました、蘇ってきた、さあこれはファラオの力ということでどんどん蘇る、はい、さらにですね、なんで復活させたかというと、はい、ちょっとブラックマジシャンをやりたくないんだけども、ウォルフラムを出します、お、何、さらに、魔法カード神風ブレードとブラックマジシャンを素材にして1体選んで破壊してくる、これバニラデッキの強みですね、はい、さあ、じゃあビッグリードドラゴンをここで破壊してやられます、やられていく、はい、はい、で、僕ね、手札にね、通常モンスターがいなかったんですよ、はい、で、ここでできることはミスティックディーラーを出していきます、なるほど、さらにここで効果は使わず、はい、リース、ウィッチで、お、バトルフェーズ入っていきます、じゃあウィッチで攻撃やられます、1枚で終わります、ラッシュドラッシュド、そうですね、ここでラッシュドローできるのは強い、5、さあどうでしょうか、いや、いい場面を見せています、さあブラックマジシャンもいろんな使い方していますが、おっと、ここで1枚セット、セット、さあ、あれなんだろう、イカズチのサンダー召喚、サンダーを出してくる、はい、ちなみに雷族なので、上がっている上がっています、あ、まさか手札捨てるとこれ、そうです、やられる、イカズチのサンダー効果で、サンダー、はい、セブンスロードメイジを捨てて、捨てて300ダウン、300ダウンで、はい、で、2枚セット、おっと、1300、さあこれはどうしようか、1300と1600、ウィッチにアタックで食らいます、200ダメージが食らうと、はい、で、ゼロです、はい、さあどうでしょう、ラッシュドロー、お、これは、まあ、ブラックマジシャンを、超えた戦いできると思います、さあ、ハグレスカイマーリリース、何、ウィッチ、さらに手札1枚コスト送ってマジシャン特召喚と、なるほど、さあ盤面はここで返して、さらにウィッチで、スロードマジシャンを特召喚していくときは攻撃力400アップして2000と、はい、一旦伏せカードの方があります、はい、熱戦です、熱戦、全然美味しくないですね、はい、全然ね、怖くなかった、さあ、まあダメージソースを少し取っていきたいので、スロードの効果で、はい、
落として確認します。スロードはね現役ですね、まだ強いです。5ですね、はい、光がいないので5種類。さあ攻撃力3600、さあ3600で攻撃していきたい。どうでしょう、受けます。3600、2100ですかね。2100ですね、はい。さあ大きく削っていく。さらに追撃でモンスターで裏守備を攻撃。メイジですね、メイジ。さあ、はい、メイジはこっちの場に欲しかったが、さあこのまま手札での前で番割ります。さあどうでしょう、お願い。さあお願いした、お願いラッシュドロー。さあ1プロデュースをお願いラッシュドロー。5、1枚セット3枚セットで、はい、せハンド1枚残してエンドです。とりあえずラッシュドローで、はい、そのバックの3枚が気になる、ここでナッツはちょっとね怖いので、はい、一旦墓地を確認させてもらってもいいですか。どうぞ。さあ一応ね、あの龍魔のっぽいので魔法使いが1、2、3、4、4枚います。4枚。まあ積んでいればザクレベの発動条件は整っていると、はい、強いカード握ってるのでストリーム打ちたいな。ここを割っていく。さあシエスタホールド。さあこれは新規のカード割っていくが、はい、とりあえずね僕は召喚しないと発動できないのでルールは省きます、はい、さらにマジカルサミュート。さあここでプレッシャーです。おっとプレッシャーを持っているということはやっぱり手札はトラップの箱が濃厚。さらに夏葉はですねここでリカバリーフォースを1回使います。墓地に送られているブラックマジシャンを対象と戻していくミスティックディーラー、またミスティックディーラー、この3枚で回転率が上げられるように頑張りたいんですけどもね。レースにドロー、期待リリース、はい、アドバンス召喚でトルネを出しておきましょう。おライフポイントちょろっと削っていきたいので、はい、手札を1枚捨てることでトルネでこっちへドゥドゥン。おっとサンダーです。サンダー、とりあえずじゃあスロードで、ね、さあブラックマジシャン落ちないでくれということでうまく落ちなかった。4種類で攻撃力が3300と、じゃあこのままバトルフェーズで攻撃していきたい。やられます。おっとここは通していった、通していった。さあ1500と、3600なので、はい、1100です。1100がダメージ。そしてじゃあトルネで追撃したい。はい、ピンチ。おっとピンチになり、おっとチャンスですね。手札1枚残して番終わります。手札1枚4枚ドロー、1枚守備、1枚守備。おっとこれはこれはジジジハンド4でエンドです。おっとこれは完全に事故ってた。さあここでラッシュドローしてしまうので、バック割れるカードも出てくるし、ブラックマジシャも引く可能性も全然あり得る中の、はい、さあどうせそのブラックマジシャに決めたい。デスリドロー。さあブラックマジシャンが引けずカードを1枚伏せて、はい、手札1枚捨てます。はい、トルネの効果。さあ守護のリューマ組織。さあこれはちょっと勝負がつくかもしれませんが、じゃあスロードマジシャンの効果、はい、あブラックマジックが落ちていく、はい、ここ2体リリースで召喚していきたい。じゃあそこで、あ、出る、あ、もう、マジで持ってんの。やばそう召喚だとできる、はい、さあ手札に何持ってるかにもよるが、ドラギアス、ドラギアス。さあ27立てていくが、さあさあ1回効果使っているので、はい、まあ、さっきの3300、じゃあさらにスロード効果つかたブラッ、効果つかたブラッ、効果つかたブラッ、最後落ちて、ね、落ちていく。じゃあまあこれで、攻撃力3300ずつがね立ったということで、バトルフェーズ、はい、入っていきます。まずじゃあドラギアスに攻撃、やられます。スローを追い詰めてスローで攻撃、どうぞ。さあライフポイント一気に削れてザッタルッタルルンということですね。2800ダメージして、見事、ライフポイントゼロにして勝ちました。ありがとうございます。いやさあということでエンディングなんですけど、はい、どうでしたか2戦通してみて。そうですね、今回ね夏菜さんに乾杯ということで、はい、すごく悔しかったんですけど、はい、まあね即席デッキだったので、ね、はい、でもボルコンドルうまく使えてたかなと思ったんですけど、そうですね、あの結構ね皆さんね、うん、ボルコンドル当たったら嫌だっていうのを前からあったんですけど、はい、今回使ってみて、はい、意外とねこいつのね可能性っていうのを見出せたのかなと思って、ね、はい、動画の方にもね残ってると思うんですけど、やっぱ、はい、ピッチなスロードスロードでしたっけ、なんか、はい、そうですね、レコール全部ゼロになったみたいな場もあったの で、ね、たまたまねモンスター出せなかったんですけどね、はい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 、そこでねモンスターをね2体立てればみたいなね、あ確かにもうゼロになってるので、はいね、全部突破できるし、セットアッパーでうまく使えれば、あなるほど、そうですね、盤面的に、はい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 、多分まあサンダーとかでもね、はいはいはい、そういう盤面作れると思うので、かなりね攻撃力をダウンでコントロールしていくデッキっていうのをね、はい、構築してくれたと思います。そしたらこの盤面でもね突破できると全部ババッといけてしまうしっていうのもあったので、はい、意外性を掴んでるカードなのかね、はい、だからここのじゃあこの専用デッキを組んでもらって、はい、リベンジマッチお願いします。ぜひ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 このライトニングボルコンドルでナッツさんのプラマジをそうですね、
倒していくということで、ぜひじゃあここでねまた再戦ということで、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、はいはい、ということでですね、ゲストの満足さんまた絆配信で出てもらうと思いますので、今回のこの再戦動画だったりとか、また別のねまた新しい企画に出てもらって、今後もねラシレイ復旧活動お互いに頑張っていきたいと思っております。ということで、今回出演してくれた満足さんのツイッターそして満足テクニカルの、ホームページ、リンクをですね概要の方貼ってありますので、遊びに行ってもらって今後のね復旧活動など追ってもらえればなと思っております。ということで、今回のこの動画良かったと思った人はですね、いいねボタン、高評価、また満足さんへのコメント、そして僕へのコメント、まあ新しい方もふんだん出てますので、そこら辺のコメントお待ちしております。さらにチャンネル登録、チャンネル登録しとけばこういうねこういった楽しい活動をねいっぱい見られますので、今後に繋がると思います。絶対にチャンネル登録してくださいね。ということでですね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ満足さんお疲れ様でした。皆さんバイバーイ。バイバーイ。